バッテンです。数学3特攻ということで、今日は積分の不等式面積倍介変数編の第4問目の両問演習をやっていきます。このセクション両問演習計5問やりますとお伝えしていて、今日はその最後から2問目です。次回、倍介変数表示の関数の話をして、過去問演習に移っていきます。今日はこちらの問題です。面積の応用問題になります。一旦ここで動画を止めていただいて、自分の力で答案を作ってみてから解説の方に進んでください。では解説に入っていきます。 このテーマは特にポイントを解説するでもなく解説の中でどうやって処理を工夫していくかどういう発想で問題を解いていくかっていう話をしていきますまず括弧1曲線で囲まれた図形の面積これは数学2から長いお付き合いですけれども必要なパーツを求めてあとは定積分の式を書いてあとは処理をしていくとそういう流れが鉄板になるんですがグラフっていうのは書ける時は書いた方がイメージつかみやすいと思いますただこのあと2つ目の問題でやる通り グラフが書けなくてもも面積計算できる時もありますその時は面積を求めるその定積分を理識する際に必要なパーツだけを考えてそれで面積を求めていくっていうこともありますが今回はグラフを書けるので書きますこちら y s i n x y イコール k c o s ン x で0から2分の π で考えますよとカッコ1で求められているのはここの青の斜線部分の面積これを求めようという問題です解説早々余談で申し訳ないんですけれども 今回問題文で c1 と c2 と X イコール =2 分の π で囲まれた図形の面積って書いてあるんでこの最初の X っていうのが0以上2分の π でっていうのがいらなさそうなんですけれどもこれなぜ書いてあるかかかわりますかこれは c1 と c2 と X イコール =2 分の π で囲まれた図形っていうのが実はここだけじゃなくて x 2分の π よりも右側のことも考えるとこっちにも出てくると。 なので今回は0以上2分のパイで考えてくださいねつまりこっちだけ考えてくださいねっていうそういう設定になっていますじゃあ余談はここまでにして本編に戻るとこの面積求める上でつまり定積分の式を理歴する上で何が必要ですかっていうのを考えてみますそうすると上の関数はもう出ていて下の関数ってのは y コール kcos になりそうだなっていうのはもうグラフからわかります じゃあ,あと必要なのは積分区間でそうすると2分の π っていうこの終わりは分かってるんですけれども初めのここここの x 座標っていうのが分からないのでそれを求めに行きますじゃあここの点ってどういう点かっていうのが分かればそれを理識して解いていけばいいんでそれを考えると c1 と c2 の交点ですねと。っていうことは連立してあげたこちらつまり y 座標が等しいという式これを解けばよくてで後でちょっと使うのでこれ0から2分の π の範囲に 限定してこの方程式を解きますよとそしたらここの交点の x 座標が出てきます。で今回0より大きく2分の π より小さいところで考えているので cos っていうのが0ではない。えなので両辺 cos で割れば tx=k というすっきりとした形になります。すっきりとはしてるんですけれどもこれ解けないですね。大学に入って逆三角関数習えば x= イコールアーク tk っていうもう無理やり解いてしまうことはできるんですが k がここに入っちゃってるんで。 いわゆる x が有名角として出てくるわけでもないとでそういう時に大事になってくるのが自分でとりあえず解を文字で置くっていう流れになりますで文字で置いた上でその文字が満たすべき条件っていうのを考えておくとでその条件を使って最後面積計算していくことができます今回で言うとこの tx=k というものの解を置きたいんですけれどもまず大事になるのはそもそもまず解を持つのかと そして何個持つのか。もし可能性が2通りとかあるんだったらそれぞれ置いてあげないといけなくなるので何個持つのかっていうのも大事になりますこれを調べるとこちらでこれは y t タンジ e ント x と y=k もうすでに定数分離の形になっているのでグラフで考えるとすごく分かりやすいですつまり y t タンジ e ント x っていうのがこの0から2分の π で常に増え続けて正の無限大まで発散していくようなそういうグラフになりますが そこに y=k っていう直線との交点の x 座標っていうのがこの水色の星印の方程式の解になっていますでそういう x って確かに0から2分の π の範囲に1個だけ存在しますで必ず1個は存在するとつまり文字で書いたのがこちらで k っていうのはプラスですよと今回えなのでこれを満たす x は0から2分の π の範囲にただ1つ存在するよってその x を α と置きます 持ちましたでその解は1個しかありませんってことでそれをアルファと置いたじゃあそのアルファが満たすべき条件っていうのは何かというとこの tx イコール k の解っていうのがこのアルファの条件になってくるのでタン tα イコール k という式が立ちますでアルファっていうのは0から2分の π ですよっていうのも大事な条件ですじゃあこれを丸1と置いておきますアルファっていうのを自分で置いた以上この条件式っていうのは後でどっかで使います そうするとここの x 座標が α と置いたんですけれども α の正体は分かっているのでこれで定積分を計算することができますつまり求める面積 s1 は α から2分の π までの上が sinx で下が k c o s x これを引いたものを積み上げていけばよいとこれを積分して代入するとこちらもちろんここにはまだ α が残っていて k と α の式になっていますただ α っていうのは自分で置いた文字なので最後 α っていうのは消さないといけないと 最後ににこの消去すするっってていう処理が必要なきまじゃあ cosα と sinα があるんですが α ってそもそも何だったかというと tα=k というものを満たすような α0 から2分の π の α でした。ってことは cosα と sinα も k の式で表すことができてこれは三角比の公式をガチャガチャとやっていってもいいんですが α っていうのが0から2分の π なので三角形で考えた方が圧倒的に速いです。つまり をここの角度とするような直角三角形を考えて、tangentα イコール k ということは、横の長さを例えば1と勝手に置くと、縦の長さは k になります。三角比っていうのは比なので、一辺適当に決めていいんですね。そうすると、斜辺の長さというのは、ルート k2 乗プラス1。ってことでコサインアルファ、cosα はルート k2 乗プラス1分の1、sinα は分の k と、それぞれ求まるので、代入してあげて、s1 イコール、 整理すると -k プラス K 乗プララスス乗1と求まりまりす大事になってくるのは直接値が求まらないケース数学3の面積計算だとちょいちょい登場しますがとりあえず文字で置いておいてその文字が満たすべき条件式っていうのを過不足なく考えるっていうのがとても大事になりますもっと詳しい流れ整理しておくとそもそもまず交点持つのかとか交点何個持つのかっていうのを式で考えてただ1つ持つんであればそれを例えば アルファとここでは置いた α ってじゃあどういう条件式を満たすかなっていうので代入した式も成り立てばその範囲も考えておくとで最後にその条件を使って自分で置いた文字を消去していくっていう流れが発生します是非頭を整理しておいてくださいで実践上とても大事な答えのチェックっていうのがこの文字を含んだ面積計算ではできることがあります今回 s 1ス k −− k 1でしたまず大事なのはこれが 正になるのかのチェックです。面積が負になるのはまずおかしいですし、今回の設定で0になることっていうのはないので、ここはプラスになっていてほしいんですが、それは大丈夫そうですね。ルート k2 乗プラス1というのが、必ずこれはルート k2 乗より大きくて、これは k、k プラスなので、イコール k になってきて、なので、こっちの方がこの k よりも大きいってことは、引いたらプラスになります。でもう1段階、ここまでいけるといいかなっていうのが、k についての 極限のチェックをしてておくととともいいと思います。つまり s 1の k を正の無限大に飛ばすとどうなるかっていうと図形でどういう風になりそうかっていう当たりをつけてみると今回ここが k なんですね y=kcos の k を正の無限大に持っていくということはどん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 この cos のカーブが急になっていくと。ってことはこの囲まれる 今回求めている図形の面積っていうのはどん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 潰れていって0に近づくはずだっていうことがわかります。で、実際に式でこの極限調べてみると、ルート k2 乗 +1-k この極限はどうやって考えますか？これは定番の流れですね。分子の有理化をすると、分母分子にルート k2 乗 +1+k をかければこうなってきて、k を正の無限大に飛ばすと、これは確かに0に 収束していきますよって合ってそうだなっていうことが分かりますじゃあもう一個極端な例 k をプラスから0に近づけた場合ですこの極端な例も考えておくとどん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 今回は c o s ンカーブが平坦になっていくので面積っていうのはどん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 この sin の0から2分の π の面積に近づいていくことが分かりますでこの面積っていうのは計算したらすぐわかるんですが1になります sin の1山が2なのでその半分で1です で実際そうなるのかっていうのを k の式から確かめてみるとマイナス k √ k 二乗プラス1 k をプラスから0に近づけると確かに1に収束することがわかるので OK そうだなっていうことが分かります、まあ、こういう極端な例でのチェックするっていうのは文字を含んだ答えの場合にとても有効なことが多いので是非普段の演習から心がけるようにすると本番の精神安定剤につながっていくと思います では括弧2に行きますもう1個面積が登場してその2つの面積が等しくなるような K の値を求めようっていう問題です大事になってくるのは計算しやすい面積を考えようとつまり面積の求め方って何通りもある場合があって処理が楽そうなものを選んで計算していくっていうことが試験本番では大事になってきますで今回考えたい S2 っていうのはこのピンクの部分ですで素朴な発想としてはこのピンクの部分を求めて それが括弧1で求めた S1 と等しくなるよねっていう式を立てれば式が1つで未知数が K で1つなので解くことができますがこの S2 の面積を求めるのが少し気が引けるとなんで気が引けるかというと X 軸方向に積分する限り分割が発生しますつまりこの X イコール α ァ括弧1で置いたこの α っていう点を境に上の関数が変わるので定積分を分けないといけないとそこがめんどくさい ネガティブポイントですねで。あとは α も登場してくるので最後また消したりっていうのがめんどくさいとそこで発想を柔軟にしていくとこのピンクが S2 でこの青の斜線部分がカッコ1で求めた S1 でしたこの2つが等しい条件を求めるのにこれ S1 と S2 を合体させたものこちらこの黄色で囲まれた部分の面積っていうのはこれすぐに求まりますサインの0から2分の π の積分なので もはや計算不要で1ってすぐにわかります。ということは、s1 イコール s2 っていう式を立てて、k を求めようとしていたんですけれども、これは要するに、s1 プラス s2、これがつまり1ってすぐにわかると。これが2倍の s1 になっているっていう式を立てれば、これ同値ですよね。同じことを考えていることになります。ここから k を求めた方が圧倒的に早いなっていうのがわかります。 もちろんこんな式で考えずに図形で見て s1 の2倍が1っていう式立てればいいなっていうのはすぐに分かるんですが、まあ、式で書くとこういうことをやりますよっていうそういう発想ですじゃあこれは丁寧に c2 と x 軸と x イコール2分の π で囲まれた図形の面積を求めるとそれが s1 たす s2 になってるよと、まあ、今回0から2分の π の範囲で考えてますで面積を求めると sinx の0から2分の π までの定積分で計算すると1ですでこれが ここ,ですね、ここがこの括弧2の発想のポイントでこれが S1 の S1 括弧1を求めましたその2倍となるような K の値を求めればいいですよねとこれが第2の条件と同時ですってことでそれは儀式するとこちらじゃああとは処理をしておけばよくてルートが入っているのでどっかで2乗したいなとということでルートが含まれる方と含まれない方に分けてそれぞれ2乗しますで今回 K プラス2分の1っていうのが 必ず0以上になっているのでこれ2乗して同値です。k+ ですからね。で最後これ解いていくと k=4 分の3というものが得られます。これで括弧には終了です。では第2問に行きます。第1問はグラフが分かったと。で式がすぐに立ったんですけれども第2問っていうのはそもそもどこの面積を求めれているのかがよくわからないといきなりよくわからない関数が与えられてこれ得体も知れないですね。 これれで囲まれる図形この一つで何か囲んでるらしいんですけれどもよくわからないとただ x についても y についてもこれ二次式ですねですので例えば y について解いてイメージをつかもうと思います x でもいいんですけれども x イコールで出しちゃうとグラフのイメージ考えにくいのでとりあえず y について解こうと思いますこういうふうに fxy=0y=fx っていう バシッと関数っていう形じゃなくて、こういう fxy イコール0っていう、こういう間接的なものをですね、因関数と呼んでいます。ざっくりと言うとそういうイメージです。まあ、ここでは名前はどうでもよくて、今回は y について解きますとで。y について解く上で、まずは実数,じ実数存在条件を考えておきます。つまり、今回 x と y っていうのは実数で考えてますよと。グラフ上の面積考える上で、x と y っていうのは実数で考えたい。ので、まずそもそもこの y についての 二次方程式を満たす実数 y が存在するような x の範囲っていうのを求めておきますそうするとこのグラフが存在している範囲っていうのが分かりますこの横の範囲ですねそうすると実数 y が存在する x の条件は判別式が0以上となることでこれを解くと x っていうのはスルート3分の2以上ルート3分の2以下となりますでこのもとで1個を考えて まずはじゃあこの y についての二次方程式と見たこの式を解いてあげるとこちら解の公式で解けば出てきますで今求めた x の条件っていうのはすなわちこのルートの中身が0以上であることになってますこれは判別式の定義から明らかですじゃあ何のために y イコールにしたかというとこのグラフのイメージをつかみたいがためでしたでこの y イコールの形見てみるとプラマイルートマイナス 3x2 乗プラス4っていうのがくっついていて これ y =2 分のマイナス x プラスルートなんちゃらと y =2 分のマイナス x マイナスなんちゃら。っていうこの二つの関数が含まれているってことがわかります。これそれぞれは関数ですね。x を一つ決めると y が一つ決まる。で y の実数存在条件を考えているので。この範囲の下で x 一つ決めると。実数 y が必ず一つ決まりますよと。 そういういいつの関数を含んだ形になっていたことが分かります。じゃあ今回の問題っていうのはこの2つの関数が囲む部分の面積を求めようっていう問題です。でここからグラフを書きたくなるかもしれないんですけれどもえ実は括弧1の冒頭で話した通り面積を求める上で必要なものを考えればよくて実はそのグラフの情報っていうのは情報ありすぎなんですね。面積積求求める上で定積分で求めるる上上ででで定分必要なのは、 どこからどこまで積分すればいいのかっていうところとその区間でどっちが上でどっちが下なのかっていうその情報につきますじゃあそれを考えていけばいいんで別にそれぞれのグラフを書く必要がないんですねじゃあ2つの関数 y= これについて考えてみると違いは何かというとこのルートの部分が足されるとか引かれるのかっていうそこにつきますということはこのルートの中身が0の時 2つののの関数の値っていうのは等しくなりますですがここが0より大きい時っていうのは必ずプラスの方が上にありますつまり x がスルート3分の2からルート3分の2までこの間においてはこのルートっていうのが0より大きくなるのでこの2つの関数の間にはこういう大小関係が成り立ちますイコールが含まれないとつまりこのプラスルートの方が必ず値は大きくなっています ですが x イコールスルート3分の2とルート3分の2においてはこのルートの中身が0になってきてルートの値も0になり2つの関数の値は等しくなりますよねっていうのがこの関数の形からわかりますで実はもうこれわかれば面積も求まりますつまりイメージとしてはまず x がスルート3分の2からルート3分の2までで考えてますよと、まあ、この間じゃないと実数 y っていうのは存在しないですよとでこの 両端においては2つの関数っていうのは値は一致してますよと。でこの間においては必ずこのプラスルートの形の方がこのマイナスルートの形の方よりも上にありますよねと。ですので求める面積っていうのはここの黄色の斜線部分ってことが分かります。でこれはもうすぐに定積分の式が立ってこちら大きい方から小さい方を引いてマイナスルート3分の2からルート3分の2まで定積分すればいいですねと。これで理式が完了します。 じゃああとはこれを処理していって面積を求めればよいとあとは積分の計算ですそうすると結構バシバシ消えてこちらルートのス3 x 2乗4の定積分を求めればよいとでこの形なんとか2乗マイナスなんとか x の2乗っていう形これは sin で置換をしたくなると思うんですけれども円の面積で楽できることも多いです円の一部分の面積だとみて あとと。は初等期化的に計算していくとでこの際に個人的に考えやすくするために x² の係数を1にしてあげると分かりやすいかなと思いますつまりここではルート3を前に出しちゃうとそうすると非積分関数はルート −x2+3 分の4になりますでここを y と見てあげるとこの y イコールルート −x2+3 分の4っていうのはどこを表すかというと これ両辺2乗すると円の方程式になって x2 乗プラス y2 乗イコール3分の4となります。で、ここの上の部分を表しています。こっち側だけですね。ですので、この2というのはこの円の斜線部の面積というのを表します。この y イコールルートのこの上の部分と x 軸で囲まれる図形の面積ですねと。ゃこの面積は πr2 乗。それを半分にしたもの。えつまり3分の 2π とすぐに求められます。 間積分やっていいくよりも圧倒的に速いですで忘れちゃいけないのがルート3を前に出したのでルート3かけてあげてこちら 2√3π とままりますこのようにグラフを考えるまでもなく必要なパーツさえ揃えてあげれば面積っていうのは定積分の式立てて計算することができるので処理を効率化できますで一瞬余談で今回の問題っていうのは前回の動画の最後の予習問題見てくださった方はなんか設定違うなって思われる方が いるかもしれません実はちょっとこの後補足したいことがあって問題の設定を変えましたただ解き方っていうのは全く一緒なので予習問題考えてくださった方は最後の答えだけ紹介しておくと π になります答えがもっと綺麗になりますのでぜひ気になる方はそっちで復習として使ってもらってもいいですし、えー、解いてみてもらえたらと思います前回の動画の一番最後で違う設定の問題を紹介していますで今回は グラフの形考えなくていいよという話がテーマだったんですがとはいえどういうグラフなのか気になるとつまり得体の知れない x2 乗プラス y プラス y2 乗マイナス1イコール0とこの見たことない形のものが出てきたんですが実はこれどういう形なのかというと45度傾いた楕円を表しますでここから先はこの数学三特攻でまだ扱っていない複素数平面の話とあと平面上の曲線の話二次曲線ですね がどっちも登場してくるのでまだ学んでない方はこの先は飛ばしていただいて学び終わってからまた戻ってきてもらえたらと思いますで学んだ方で興味ある方向けに少し補足をしますで実はこれは楕円を表すんだよと言われてもこんな楕円の形見たことないですね XY っていうこのいわゆるクロスタームと呼ばれますが X と Y が掛け算されてる項とか出てこなかったのでおかしいなとなので元の楕円45度傾いた楕円なので それをマイナス45度回転させてあげて元々のいわゆる数学さんで学ぶ楕円の形に持っていきたいと思います結構面白いのでぜひ一緒に考えてみてください高校数学の範囲でこの回転移動ってどうやって表せばいいかっていうと複素数平面がとても便利でしたちょっと前までは回転行列っていう行列の話で考えることができたんですが今の学習要領だと複素数平面っていうのがその役割を担っていますつまり ある点 xy っていうのを45度回転した点を large x large y と置きますでこの2つの点を複素数平面上に乗っけてあげますとそれぞれ x y と large x large y っていうのはこっちは x プラス yi を表しこの上は large x プラス large yi を表しますねとそうすると複素数平面学んでいる方は分かる通り45度回転っていうことは large x プラス large yi っていうのは x プラス yi にこちら コサイン45度プラスアイサイン45度をかければ複素数平面上で45度回転した点の複素数を表しますよねとでこれ整理するとこちらで複素数の相当条件考えてあげればラージ x っていうのは x-y のルート2分の1倍ラージ y っていうのは x+y のルート2分の1倍っていう xy とラージ x ラージ y の関係式を得ることができます で今回やりたいことは何かというと、この large x, large y っていう、この45度回転した後の点が、この方程式を満たすよと。で、この時に、もともとの xy が満たすべき方程式っていうのを求めてあげれば、それが標準的な楕円の形になっているだろうということをやります。そうすると、large x, large y がこの方程式を満たすということを式にすると、こちら、ただ代入しただけです。っていうことで、今求めた、 x イコールルート2分の 1x マイナス y。largey イコールルート2分の 1x プラス y というものをこの式に代入してあげるとこちら。でこれきれいにしていくとクロスタームが解消されます。出てこなくなると。でこちらになります。2分の 3x2 乗プラス2分の 1y2 乗イコール1。これはよく慣れ親しんだ学んだ方は慣れ親しんでいる楕円の形になって原点中心で上に長い形ですね。 こういうい楕円になってきますで、y イコール0としたときに x イコール3分の2となるので単半軸ってここでは呼んでますがこの短い方のここ単軸の半分ですねでこれはルート3分の2になりますこれ x プラスとして x イコールルート3分の2になるのでここの座標がルート3分の2になるとなので青の長さっていうのはこちらになりますで次長軸の半分 こっちはどうなるかっていうと x イコール0を代入すると y 乗イコール2となるので,で y っていうのはプラスとしてルート2になりますここの y 座標はルート二ってことなので長半軸この長軸の半分っていうのはルート2と求まりますでここでは詳しくやりませんが楕円の面積っていうのは π× かけるこの単半軸×長半軸で求めることができてよく πabπab と呼ばれますがこれ計算すると三分の2ルート 3π となって確かに今回第2問で求めた傾いた45度傾けた楕円の面積と一致しますつまり45度傾けた楕円の面積と傾く前の形に戻した楕円の面積っていうのは一致してますこれは感覚的にも正しくてただ回転させただけだと面積変わるっていうことはおかしいですねなので一致して回ってそうだなってことがわかります はいかかがだったでしょうか今回大きく2つ問題を取り上げたんですがそれぞれに大事な品質テーマが詰まっているので是非発想とか処理の工夫の部分を復習してみてください振り返っておくと括弧1についてはまず交点がバシッと求められない場合の面積の求め方自分で文字を置いてとにかく話を進めていくとで自分で文字を置くときに大事になるのはその文字が満たすべき条件そもそも解を持つのかで、解を持ったら何個持つのか ここが分かるとその置いた文字が満たすべき条件が分かりますで最後にその文字を解消するっていうところまでが大事になりますで「括弧2」っていうのは面積2等分するようなよくこれも出てくる問題なんですがどの部分の面積を計算すれば処理が楽になるのかっていうのを常々考えて処理するようにしてくださいで2つ目の問題っていうのはグラフの外形を調べなくても面積が求められるよっていうタイプの問題で得体が知れないものがあった時に じゃあそれをどうやってほぐしていくのかっていう考え方をぜひ身につけてみてください。で最後に楕円と複素数平面の回転移動の話を少し紹介しましたので、興味のある方はそこまで考えてみるとどんどん数学が面白くなっていくと思います。次回の問題こちらです。媒介変数表示をやります。両門演習、このセクション最後の問題になります。いわゆるサイクロイドと呼ばれるものをまず導出をして、それに関する面積計算をやっていきます。 ので興味のある方はぜひ解いてみてください。では今日もお疲れ様でした。ありがとうございました。